それではご覧いただこう。ミシミシ言ってますよ。なんかクモの巣がすごいっすね。これジョギングコースって書いてあったんですけど、本当にこれジョギングコースなんですかね。ヒビもいるらしいんですよね。怖いですね。お、なんか看板が出てきました。あ、合ってますね。そうですね、黒岩横穴。なんか有名な界隈の人が見に来たらしいですね。こっちにあるんですか。ポンポン山が向こうにありますね。ポンポン山も有名ですね。なんかポンポン聞こえますね。あ、ここですね。着きました。ここが黒岩竹穴郡というところみたいです。かなり暗いですけど、ヘビもいるらしいんで、ちょっとこの辺でゴーストチューブやってみたいと思います。はい、黒岩竹穴郡ですね。もう真っ暗で誰もいないとこですけど、いきなり大勢が神ですか。神がいるんですかね、ここに。いてもおかしくないですね。向こうになんか見えるんですけどね。多分あのこの辺りも一帯が竪穴郡になってるんでしょうね。ちょっと蛇がいるってことなんで、あんまり草むらの中はちょっと暗いんでやめときますけども、ここが黒岩横穴郡です。風がちょっと強くなってきましたね。はい、でここでの噂ですけども、なんかここで、昇進殺した人がいるっていうことで、焦げた人が出てくるっていうことなんですけど、この暗さでちょっと話してて怖いですね。どうでしょう、何かあれば一言もらえますか。そうですね、哀れですか。そうですね、まあちょっと噂ですけども、本当は奥行けるんでしょうね。明るければ奥行って上の方行けると思うんですけど、ちょっと暗いんでここで撮るしかないですね。何か一言もらえますか。蜘蛛の巣がすごいですね。本当にこう人来てるんですかね。いやいや、明るくないですよ。暗いすぎですよ、これ。暗すぎです。しかも、もう、整備されてないです。まあ、もしかしたら冬に来ればもうちょっと見えるのかもしれないですけど。はい、まあ、雰囲気、こういう場所ですっていうのは。
ません、そろそろ終わりにしたいと思います。失礼します。